はあー今日も京都って寒いなええー、本当だよねあそういえばね降ったんだ何が降ったんだ雪だよ中の人が大変そうなんだよね車のタイヤも変えないといけないしもっと雪が降ったら朝から雪かきしないといけないから、はあー忙しいったらありゃしないよねーそりゃ大変そうだてかさなんで家の中で撮影してんだ雪が降ったんだろう？外で動画撮ればいいじゃねえか無理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 なんでだよよく考えてみてよ 25歳の社会人男性が外でぬいぐるみ持って一人で携帯持ちながら「わあ雪降ってるねすごいね寒いね」なんて話してるんだよ想像できるもう家族にも兄弟にも挙句の果てに近所の方からも心配されちゃうかもしれないだろだからね今この白いなんか汚いタオルみたいなのを雪に見立てて、うん、動画撮ってるわけなんだよね まあ白いタオルを雪に見立てて動画撮ってんのもやべえけどねそれなこの動画みんな見なかったことにしてくれないか